ノンノベルは株式会社小電車が発行している進化規範の小説レーベル。1973年1月から発行している。レーベル名のノンには規制の価値を否定し、小説を通して新しい価値を探っていきたいという思いが込められている。なお、同レベル創刊の2年に1ヶ月前には姉妹シリーズのノンブックが創刊されている。 ミステリー作品やサスペンス作品のほか、電気小説、アクション小説、時代小説など様々なジャンルの小説が刊行されている。商電舎や他社から発行された単行本のノベルス化や書き下ろし作品のほか、同社が発行する月刊小説誌、小説論に連載された作品が収録されるケースもある。後に、商電舎文庫に収録されることが多い。 カバーや奥付けには、クマをモチーフにした、昇電車のマスコットキャラクター、ノンタのイラストとノンノベルの文字が入っている。1996年には、伊坂幸太郎、陽気なギャングが地球を回すが、第13回サントリーミステリー対象化作賞を受けている。また、同作を第一作とする陽気なギャングシリーズは、累計180万部を突破している。東野慶子。 同級生、田中義樹、暮内人、内田康を13の墓標などのように、ノンノベル46版として刊行されるケースもある。以下の作家が主に収録されている。ありがとうございます。